常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。今日の内容ね、ご支援、いいなと思った方はね、 Thanks でご支援いただければと思います。で、ウクライナ軍がですね、ついにこの東部戦線で大反撃を開始したというですね、ニュースが入ってきました。具体的に言うとね、いつもね、私がまあ引用しているマイケル・マッケイさんがね、ロンドンスクールオブエコノミクスでね、PhD を取られてね、ウクライナのね、関係の仕事いろいろやってる。マッケイさんがね、こんな地図を出してくれてるんです。これ、ウクライナの東部ね。はい。ロシア軍がですね、矢印のような形で攻めてきたんですけれども、このですね、ロシア軍の攻撃は、ことごとく失敗したということです。で、焦点になってるね、セベロドネツクね、この点についてはですね、アメリカの戦争研究所、ISW がね、細かいレポートを出してますので、ちょっとこれをね、ご紹介したいなと思います。ちなみにですね、先の、最初にこの、マッケル・マッケイさん曰くね、こんな風に言ってますよ、ドホロディチェン、ドホロディチェンと、ドブ、変形に対する攻撃を、ロシア軍が仕掛けたが失敗しましたと。彼らは、スビアトリスクの近くで、攻撃を再開し、再開したんだけれども、軍隊、まあ部隊、装備にですね、重大な損失を被ったと、いうふうにマイケル・マッケイさんは言ってます。で、同様にですね、この ISW ね、戦争研究所はですね、次のように言ってます。最新のレポートですね、こんなように言ってます。ウクライナ軍は6月5日、ルガンスク州のセベロドネツクの大部分を奪還するなど、ウクライナ全土でロシア軍に対する反撃を限定的かつ局所的に実施し、成功を収めた、とのことです。ということで、セベロドネツクね、一回そのまあ、7割型か8割型攻め込まれたのを、逆転しましたとね、昨日あたりに私、まあ、YouTube で言いましたけど、もう全部取り返しちゃったと。ほとんど、まあ、ほぼ大部分を取り返して、で、なおかつそれ以外の地域でもですね、まあ、ウクライナほぼ全土でですね、限定的かつ局所的にね、ピンポイントで、相手の弱点をついてですね、成功を収めたということです。で、ロシアのテレグラムチャンネル曰くね、ウクライナ軍は、ハルキウの北で反撃を開始したと、いうふうに主張しています。で、ウクライナ軍がロシア、国境付近のロシア防衛線に圧力をかけ続けていることを示していると、ISW はこれを評価しているということです。で、あとね、ウクライナ軍はですね、ロシア軍がセベロドネツクに集中し続けていることをね、逆手にとってですね、で、逆にですね、セベロドネツク、まあ、集中していることを使ってですね、利用して、他のですね、前進軸ね、まあ、さっき言ったその、他の地域で局所的に反撃って言いますけど、まさにこれね、他の前進軸で反撃を実施しようとしていると思われると。ロシア軍がセベロドネツク、リシャンスク地域に、兵力と装備を投入し続けているにもかかわらず、ウクライナ軍は過去48時間にセベロドネツクで反撃を成功させ、ロシア軍を市の東部郊外と南部地域から、押し戻したと、いうことです。ウクライナ軍の、反撃圧力はロシア軍の注意を、ルガンスク州へ引きつけ、ハルキウ州と南部戦線にある、ロシアの防衛策を脆弱なままに、しておく、そういうまあ意図があるようだと。クレムリンのね、まあ、要はそのロシアのね、現在のですね、優先作戦地域であるセベロドネツクでウクライナ軍が反撃に成功したことは、ウクライナのロシア軍、ウクライナにいるロシア軍の戦闘能力が低下していることをさらに示していると、いうふうにISW は言っております。でね、これまあちょっとネットに出ていたまあ噂なんですけど、どうもね、ロシア軍ね、このセベロドネツクにね、20BTG、戦略大隊軍ですね、20BTG ぐらい投入しているらしいんですが、この 20BTG がですね、再編を行ったまともに戦える最後の BTG なのではないかと、いう話があります。これもし事実だとするとですね、今回これで激しくやられちゃうとね、もうこの後ですよ。アメリカからほら、多連装ロケットシステムとか届くじゃん。イギリスとかね。ね、スペインも出すとか言ってましたよね。で、ああいうのが届いた時にですね、ロシア軍どう守るかと。大砲だけじゃ守れないですからね。ね。で、大砲の射程もウクライナ軍の方が長いし、あとね、ウクライナ軍の攻撃ってピンポイントなんですよ。でね、確かね、ロブリーさんかな。まあ、いつもね、出してる、参照してるね、元、空軍の、方ですよね。ロブリーさんのね、紹介した動画によるとですね、そのウクライナ軍の砲撃がボーンと始まると。ね。で、始まって装甲車の近くに着弾するんですよ。で、普通ね、
ね、砲撃に始まったらさ、危ないからさ、戦車とか装甲車の中に逃げるじゃん。でも違うんですよ、今ロシア軍。砲撃に始まると、装甲車捨てて逃げるの。これなんでかというとですね、ウクライナ軍のこのね、まあ、GIS アルタというね、例のシステムですよ。非常にこれ正確な射撃ができるみたいで、この、撃ってくるとですね、ね、もうすぐに、装甲車の場所ね、特定されて、修正されて、次のその着弾の時に、装甲車にヒットしてしまうかもしれないということで、どうもこの戦場の噂でね、ロシア軍ね、ウクライナ軍ももうピンポイントで装甲車、戦車狙ってくるから、中にいると危ない。武装されると攻撃されるみたいな、武装すると攻撃されるみたいなね、謎理論ですけれども、左翼のね。あれをどうもなんかちょっとロシアの兵士の中で広まってるんですかね。なんかその、まあ、これ重大な士気の低下を示す一つのエビデンスになると思うんですけど、これ動画出てますから、探してください。はい。ボーンとね、こう、撃たれて、装甲車のすぐ近くに着弾した後、その装甲車に乗ってる人たちがもう、慌てて降りてね、ブワーって離れるわけですよ。そう、装甲車を。で、その後その装甲車撃たれたかどうかはちょっと映ってなかったんですけど、まあ、要はその後すぐに撃たれるぞっていうことでね、着弾した後、ほら、ドローンで観測してて、もうちょっとね、南にしろとかね、座標ここだみたいな、こう、そういう、こう、指示が入るわけですよね。で、少し南とか少し北とかね。で、それで次の弾が、まあ、確実に攻略者ですね、ドーンと一気に撃ってくるやつが、確実に当たるということで、もう必死になってその装甲車から逃げていく、ロシア兵の姿が映ってる動画っていうのがあるので、まあ、ここのね、戦争研究所がですね、まあ、解析しているようにね、まあ、分析しているようにですね、ウクライナのロシア軍の戦闘力が低下していることをさらに示していると、いうことじゃないかと。で、そんな中ですね、また一人ロシアの将官が討ち死にという情報も入ってきました。これはですね、もうネットにたくさん出てますし、戦争研究所でもこれね、確認している情報ですので、戦争研究所の、レポートからね、翻訳してお読みしたいんですが、ウクライナ軍は6月5日、ロシアのクトゥーゾフ少将を殺害したと報じたと。ロシアのテレグラムチャンネルは、クトゥーゾフが6月5日にルガンスク州のミコライブカ近く、ポパソナの近くで殺害されたと報告したということで、これ、ウクライナ軍、ロシア軍、両方で、確認が取れてます。クトゥーゾフ少将、討ち死にということです。クトゥーゾフはおそらく、ドネツク人民共和国、まあ、要はね、プロクシーアーミーですよね、いわゆるね、まあ、傀儡政権ですけども、ドネツク人民共和国の、第一軍団を指揮していたが、ISW は彼の正確な位置を、まあ、ポジションは、特定、確認できていないと。一部の情報では、クトゥーゾフが死亡時に、第五統合軍を指揮していたと報じているが、我々はこれがおそらく間違っていると評価していると、いうことです。まあ、要はロシア軍はですね、兵力が足らないんで、まあ、旧ウクライナ領、旧って言ったら申し訳ないですね。まだウクライナ領ですよね。ウクライナを不法占拠して、共和国を名乗ってるですね、そのまあ、ドネツク人民共和国とかルガンスク人民共和国ね、ここから徴兵してですね、ウクライナ人を徴兵して、ロシア軍の指揮下で戦わせてると。いうもう無茶苦茶なことになってるわけですよね。もうこれジンギスカン方式ですよ。征服した地域のね、男子をね、徴用してですね。で、これを、まあ、奴隷というかね、兵士にしてですね、先に突っ込ませるんですね。で、これで飽和攻撃してですね、相手が消耗しきったところでモンゴル騎馬軍団が突っ込むみたいな、まあそんな戦法やってたんですけど、まあロシアももともとね、モンゴルですからね、まあその伝統を引き継いでるのがこういうね、占領地からですね、人を徴用して、弾よけにすると、いった無茶苦茶なことが行われていると。いうことです。で、戦争研究所曰くですね、ロシアの高位司令官は、ウクライナでの戦闘中に、著しく高い損失を出してきたが、ロシア軍の、リーダーシップを、前線に、まあ、リーダーたちを、直接ですね、配置し続け、おそらく喪失づけないといけない、まあ、理由があるんじゃないかと、まあ、人手不足だと、いうことですね。で、クトゥーゾフの死亡はですね、まだ一応 ISW 的には確認されていないけれども、まあ、少なくとも開戦以来、7人目のウクライナでの、将官の死になると、いうことです。それからですね、あとね、今日ちょっとテラちゃんでやれなかったんですけれども、キーウにね、1ヶ月ぶりにミサイル攻撃が来たと、いうことで、これまあ、カスピ海からですね、どうも、TU-95、キーウに向けて TU-95 から5発のですね、X-22 巡航ミサイルを発射したのではないかと、いうことです。で、キーウ郊外のですね、ダルニツヤ鉄道修理工場に命中したというふうに述べているんですが、実際にはね、何を狙ったかというとですね、欧米から供与された、まあ欧米というかね、まあ東欧諸国ですよ。旧ワルシャワ条約機構にいて、今は NATO 側に移ったね、東欧諸国から、ね、提供された T-72 戦車ね、これをどうも目標にしたらしいと。いうことです。まあ、そういうふうに主張してるんですね。ロシアの国防省はね。はい。で、ミサイルがダルニツィア工場を攻撃したことが、まあ、確認されたんですけど、ロシア軍がですね、外国
国から共有、供給されたウクライナ戦車を攻撃しようとして、失敗したか、ウクライナがその意図に、する、目標に、意図とする目標を何回に、まあ、わからないようにしたかはちょっと不明だと。ウクライナに対してね、嘘のこう情報を出してるのかどうかはよくわからないと。まあ、いずれにしてもですね、ウクライナの兵団を混乱させるために、ロシア軍がウクライナの非重要地域のインフラをターゲットにし続けていることを示唆していると。いうふうに言っております。今後ですね、まあ、武器の供給を続けるならね、今まで狙ってなかったとこも狙うぞってプーチンが言ってたみたいなんですけど、まあ、それを裏付けるような攻撃だったのかもしれないと。そんな感じですね。はい。で、さらにですね、戦争研究所はね、ロシアのまあ、ネトウヨの皆さん、まあ、軍事ブロガーと言われる皆さんなんですけど、まあ、この人たちが相変わらずですね、まあ、混乱して勇ましいことを言ってると、いうことも、まあ、載せております。まあ、基本的に作戦はうまくいってないしね、当初の目標を、まあ、ロシアはね、失ったわけですけど、今一体何のためにロシアが戦争してるのかよくわかんないですよね。ロシアの戦略目標ということを、ね、戦略目標を、今正確に言える人がいたらね、これすごいと思いますよ。だってもうキーウは落とせないわけじゃないですか。こんなミサイル攻撃したって何にも起こんないですよね、別にね。で、ハルキウも取られて、セベロドネツクも追い出されて、ね。で、さらにそれ以外のところにもウクライナ軍の反撃を受けてですね、もう虎の子のですね、再編成した部隊がですね、じりじりと今、すりつぶされている状況と。で、こんな中でですね、まあ、欧米から武器が届いたら、それはやばいよね。だから、プーチンも、ああいう脅しをしてきた。まあ、これは、ロシアが苦しいということの表れではないかと、いうことだと私は思います。まあ、さらに言えばね、経済制裁も、まあ、そこそこ効いてきたかなと。まあ、ポーカーフェイスでね、どれくらい効いてきたかっていうのは見せないですけれども、まあ、GDP がマイナス 15% っていうのはね、普通の経済じゃないですよ。相当苦しくなるんじゃないかなというふうに見てますので。まあ、そういう意味でですね、まあ、一時ね、東部戦線でウクライナが少し押されてましたけれども、今押し返してですね、まあ、かなりだからロシアは無理して前進したんで、その無理がたたってですね、今引かざるを得ない状況になっているという状況をね、皆さんに押さえていただければな、というふうに思っております。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひね、高評価のボタンとね、チャンネル登録、さらにね、コメント欄に感想などを書いていただけると嬉しいです。今日の内容気に入った人はね、ぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。ガオー!